森島選手は三重県出身の26歳、2016年に四日市中央工業高校からサンフレッチェに加入し、4年目の2019年から攻撃の中心としてチームを牽引しました。クラブを通じて森島選手は、この夏のタイミングになり申し訳なく思っています。僕の人生で一番難しい決断となりました。皆さんと苦しみを乗り越え、喜びを分かち合えたことを誇りに思います。初めて入ったチームがサンフレッチェ広島で本当に良かったと心の底から思っていますとコメントしています。